よし、やるか。ドレスローザの国民鳥かごはゆっくりと収縮を続けて中にいる人間を皆殺しにするためだ。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばしてこの戦いにケリをつけるぞ。ねえ、王宮に向かおうよ。人様もそこに向かってる気がするの。忌々しい攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。本気の敵は任せてくるぞ。全力でルフィ先輩をお助けするべ。よし、スタート。俺たちはこのまままっすぐだ。じゃあ、やろう。これを止めないと王宮へはいけねえぞ。ロケット、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 俺が相手だ。ソプラの野郎、このどでけえ図体切り刻んでやるよ。必ずこの中にいるはずだ。奴の攻撃をかいくぐって顔面を狙うか。止められねえよ。よし、あの人を食い止めんぞ。エレファントガン、ガトリング、イズリーマグナム、ロケット、鳥かごを押せ。
ルファミリー、貴様らまとめて拙者が切り捨ててくれる。ルフィ先輩のお役に立てるなら知識本望だべ。フォークライフル、コケット、コケット、ラチが開かねえ。こうなったら大技で奴の体勢を崩す。会いたかったぜ。コケット、はっ、よっ、コケット、反逆者ども、貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。
かける価値が。ルフィはいつでも勝利の切り札。俺はあの糸を止めに行く。時間を稼げるかもしれねえ。どうしたのキャベツ、様子が変。バラバラに切り裂いてやるぞニコ・ロビン。たかだか人間一人の能力だ。止まらねえ方が俺には不条理だ。よろしで行くぞ。よろしで君たちを切るところだった。あの糸を止めればいいんだろう。待ってろルフィ、お前に危害を加える者は俺が倒す。この戦場にきっとお父様も来てる。誰か来たな。お前か。本体はどこだ。
デラミー許さねえぞドフラミンゴ。まだ倒れるわけにはいかねえべ。ミンゴー出てこい。猛獣が吠えてやがる。いいだろ、麦わら。ゲームを終わらせるとしよう。遅かれ早かれ街の人もお前の仲間たちもお前も全てだ。インゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。それができねえって話をしたつもりだったが。シャンブル、ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなったか。能力をよく使いこなしているようだが、あと何秒持つ。悪魔の実の能力にまだ覚醒という上のステージがあるんだ。能力はまれに覚醒し、己以外にも影響を与え始める。建物が糸になった。パラミシアじゃねえみたいだ。お前は手の中に閉じ込めて、どいつもこいつも操ろうとするから、それは息が詰まりそうだ。死を恨み、お前たちは操られるだけのゴミとして生まれたんだ。お前ら人間と俺と。ルフィたちは